株式会社吉祥は、兵庫県神戸市中央区に本拠を置き、神戸牛を使ったレストラン、ラーメン店、焼肉店などを中心とする飲食店を展開する企業。神戸牛バーガー発祥の店でもある。吉祥グループは株式会社吉祥をはじめ、株式会社八沢、株式会社英機、株式会社宮尾、株式会社はの宮からなる。 取扱い商品は兵庫県認証食品に選定されている。ビッセル神戸のシルバースポンサー企業でもある。吉祥グループの現会長である赤木清美が1998年に兵庫県神戸市兵庫区の東山商店街に起こした一件の商料売店が始まり、店舗が手狭になったため、現吉祥吉本店がある神戸元町に移転し、 季節料理店として天然台、ハモ、松茸、フグなどを使ったメニューで営業を行っていた。ある時、店舗がメディアの目に留まり、テレビ出演した赤荷が、神戸牛はやっているのですかと問われ、取り扱っていないにもかかわらず思わず、はい、もちろんございますと返答してしまったことが、きっかけとなり、神戸牛を扱うようになった。蓋を開けてみて、神戸牛が、 思いのほか好評であったことで、赤木は以降、神戸牛のみを扱う専門店としてリニューアルしたのが、現在の店舗の原型となる。2008年4月より、神戸牛専門店吉祥基地としての店舗展開を開始する。その後、神戸牛の店は好評であったことから、2014年1月には、新会社として株式会社八沢を発足。その後株式会社、A 期、 株式会社、宮尾、株式会社はの宮を発足し、現在の体制となる。2018年4月現在には、10年でグループ全体で37店舗を要する。複数の店名を使い分け、メニューは、ステーキのほか焼肉、鉄板焼きステーキ、ステーキ丼、焼きしゃぶ、しゃぶしゃぶなども扱う。神戸牛は一等を返した上、自社加工することで、 中間マージンを省き、高品質の神戸牛を安く提供することで顧客をつかみ、ステーキに適さない部位を焼肉店やラーメン店で使用することで無駄を省き、リスク回避する経営戦略をとっている。店舗の出店方式としては、ドミナント方式を採用し、神戸市中央区、大阪市中央区に集中して出店している。安全な飼料と牛に飲ませる水には、 六甲山系から湧き出る地下水を使い、牛の健康管理では、定評がありチャンピオン牛を多く排出している。中西牧場の神戸牛のみを使用している。吉祥は幸福、繁栄などを意味し、仏典ではめでたいこと、幸先の良いことを表す言葉でもある。創業者、赤木清美の山口県の実家で、赤木の兄が乗っている船の名前、吉祥丸から命名された。 本店店舗以上より、兵庫県に地盤を置く企業として、県下の農家、地元企業、遠方から神戸へ来る客、外国人、自社がそれぞれ共に豊かに、和と和の形成で笑顔を喪失し、兵庫県及び神戸の活性化に貢献する、としている。2018年4月現在、計37店舗を運営する。その他、ハット ABCDEFGH、 基地上公式サイト会社概要。2018年11月13日閲覧。兵庫県認証食品公式サイト兵庫県認証食品公式サイトハット ABCD 神戸牛吉小吉ビッセル神戸公式サイト、神戸牛吉基吉公式 YouTube 神戸動画館神戸ビーフの魅力中西牧場、中西義則さん。 ひとしさん神戸牛吉祥基地数字で理解する、吉祥基地株式会社吉祥ニューリリース、神戸牛飯シリーズ神戸牛と神戸米がおります。専門店の味わい神戸新聞ネクスト、神戸ビーフと、米コラボサークル系とサンクス発売神戸、商工会議所会員企業3社と、農業生産法人兵庫第一の会が共同で、商品開発三角企業に株式会社吉祥、 株式会社サークル系サンクス神戸牛専門店と農家と共同開発。神戸牛、神戸米を使用した商品にアイテム5月26日から関西地区のサークル系とサンクスで販売 AB 基地上公式サイト、基地上公式サイト過去のイベント。2018年11月13日閲覧。神戸牛吉祥基地理念、出展戦略。 ABCDEFGHIJKLMN 神戸牛吉祥基地公式サイトマイナスメディア掲載歴グーテレビ報道ステーションサンデー2012年8月26日放送会ありがとうございます